第二次マズーリコ構成とは、1915年冬の中央同盟国による構成である。この構成は、ビスワ川より先に進軍することとロシアを戦争から脱落させることを意図していた。中央同盟国は1915年の初めに東部戦線での4つの構成を計画した。ヒンデンブルク率いるドイツ軍は、第1次マズーリコの戦いとうっちの戦いで、 西ポーランドを占領していたが、さらに戦線を東に進めようと企てた。オーストリア・ハンガリー帝国は、カルパティア山脈を経由して、ロシア軍を攻撃し、リビウまで進軍しようとした。さらにスベトザル・ボロイエビッチは、プシェムイシルの包囲を緩めようとした。エイリッヒ・ォン・ファルケンハインは、この戦争でまず西部戦線で勝利を収めるべきだと、考えていた。それにもかかわらず4つの軍団が、 西部戦線から東部戦線の司令官であるヒンデンブルクに移された。1915年の1月までにドイツの全兵力のうち6%が東部戦線に展開していた。ドイツ第9軍は1月の終わりにシレジアからポーランドに侵攻した。ドイツは催涙イイガスで攻撃使用したが風向きが変わりドイツの攻勢は止めることになった。 一方、ロシア軍は一人の軍団長が11個師団を指揮して反撃を行ったが、わずか3日で4万人を失うことになった。東プロイセンは、マズウリコの間に多くの残豪が展開されており、ロシアのさらなる侵攻を防いだ。それらの地域は、オットー・ホンベロを率いるドイツ第9軍によって守られていた。ドイツ軍は新たに到着した軍団により、第軍を強化し、 残りの兵力を集結させ、ドイツ大0軍を形成した。ドイツ大0軍は、ヘルマン・フォン・アイヒホルンによって率いられ、ドイツの左翼を担うことになった。そして、ドイツ大0軍はロシア大0軍を包囲しようとした。パベル将軍率いる、新しいロシア12軍はポーランドから 100km ほど、南西の地域に集結しつつあった。 ロシア第10軍のシバース将軍は、南西方面軍の指揮官であるニコライルズキーに、南西方面軍方面への攻勢が予想されると、警告したが、無視された。2月7日に合雪を押して、左翼の夫を本ベルをした第8軍が、シバース将軍に向け、攻撃を仕掛けた。1914年の12月まで、物資の補給が滞っていたため、ロシア第8軍の残酷は浅く、 また、個々の残豪が連結していておらず、有志鉄線もほとんど設置されていなかった。2月8日には、ドイツ1軍も進軍も開始した。積雪の高さは、人の背丈よりも高かったため、最初の2日間のドイツ軍の進軍は遅れた。また、道路以外の地面は沼地特化しており、戦闘することは難しかった。このような困難な状況にもかかわらず、 ドイツ軍は一週間で1 2 0トル前進し、ロシア軍との衝突で損害を出した。ロシア軍の撤退に応じて、中央のドイツ第8軍は前進速度をより早めた。それにより、ロシア軍の撤退は無秩序になり、多くの兵士が捕虜となった。ロシア軍のはドイツ十軍の伸び切った側面に対して反撃をしたが、失敗した。ドイツ軍は捕虜に対して、 火器は奪ったものの食料の補給は怠らなかった。雪は強い雨に溶けてしまった。2月18日、アウグストゥフの原生林にて、ロシア第20軍団の将軍がドイツ第10軍に降伏した。2月21日に、軍団の残存兵が降伏した。ロシア第20軍団の英雄的な抵抗はロシア第10軍の残存戦力が撤退し、 新たな防衛線を構築するための十分な時間を確保した。2月22日、ロシア12軍が反撃し、ドイツ軍のさらなる前進を止めて、第二次マズーリコ構成が終わった。この戦いで、ロシア軍は9万2000人の捕虜と300の家砲を失った。一方ドイツは7500人と14の家砲の損害を出した。 ドイツ軍は遅いウェッツのロシアの要塞を包囲したが、ダッシュすることはできなかった。第二次マズーリコ構成でドイツはロシアへの足掛かりを手に入れた。一方ロシア側もそれ以上の前進は不正だ。この戦いの後の数週間でドイツは東プロイセンにわずかに残っていたロシア軍を完全に追い払った。さらに、南ではアレクサンダー・フォンディン・シンゲンの攻勢が失敗に終わり、 プシェムイシルの要塞はロシアによって降伏させられた。明らかにオーストリア・ハンガリー帝国による1915年の攻勢は失敗した。これ以後オーストリア・ハンガリー帝国とドイツはより緊密な連携のもとに行動するようになった。ありがとうございます。